新人獲得にて、安い年俸で良い選手を取ったり、世界最高指数ゴールキーパー、ノロシューシチを獲得したりと良い前回でした。今回は5年目11月から再開です。リーグが終わった後ということもあり、本拠地データを見るオーナーです。住宅の 2%、これがやっぱり気になります。自然に覆われる前に家、後に商用も増やしたい、そう思うようになりました。ということで、住宅に5億寄付します。少し増えていれば幸いです。11月2週、すごく欲しいノロシューゴは見つからず、彼は見つかる気配がないです。11月2週後半には、ワールドウィナーズカップが開催、これに出場しました。1回戦の相手はどこかわからないところです。ここで盛大にやらかす案件が発生します。キャプテンルチをベンチ外に置いてしまうという始末。これでグラフはかなり小さい状態で試合に挑むしかなくなりました。練習試合で控えを出していて、それを直すのを忘れてしまったんですよね。キャプテン不在でよく勝ってくれました。そして2試合目は早くも決勝。初めて世界クラスのクラブと対決しました。決勝の相手はトリノ FC、世界的なクラブにぶち当たりました。全国1億5000万のサッカーファンの皆様、こんばんは。本日はワールドウィナーズカップの模様をお送りします。さすがにクラスが大きい。このクラスは初めてですね。海外で最強の呼び声も高いチームを相手にどう戦うのか非常に楽しみです。入場口から選手たちがピッチに姿を現しました。それではスターティングメンバーをご紹介します。画面の左側にエンドを取りました。レフリーの笛が高々となって今試合開始です。前半9分、野田、どちらが主導権を握るんでしょうか。マルムグレン、インターセプト、こじ開けた、パスを送ります。トリノ、左から崩した、ビッケル、ゴール前ワントゥーだ、ダイレクトでセンタリング、ヘッドでつないだ、入ってしまった、先制ゴール。前半9分、リードされたまま後半へ。注目の後半戦、いよいよキックオフです。後半18分、アルガンチューア、どちらが主導権を握るんでしょうか。ここはパスを出しました。ボールを抑えます。中央が空いている、ボールを流した、落ち着いてあげた、ディフェンダーがコースを消していました。ここで主審のホイッスル、試合終了です。終わってみれば0対1、プレジール。残念ながらこのゲームものにできませんでした。残念ながら準優勝でした。世界はもう一段階上のレベルだったと思います。留学環境をもっと整え、留学済みの選手が増えれば届くかな。大会後、臨時収入があったこともあり、お金を貯め込むブームが終わったのか、施設を増設するブームになりました。ユッフェ、戦術とシステムがよりよく育つデータ分析室、そして娯楽室を設置しました。そして、ニューイヤーカップは優勝、かと思いきや、ベスト4止まり、不覚にも負けてしまいました。
どうも FC 東京相手にポストプレイは相性が悪い気がするなぁ。5年目ラストになったので、成長確認をさらっとします。スタメンがテクカララデフに入れ替え育成、マルムグレンは勝てそうな相手の時にカジャジェイラと入れ替えて起用。ノロや他のベンチ要員は個人練習に励んだ、という年でした。あとはポジションが青くなってくれると、評価点も上がってくる感じがするので、ポジション適性も上げたいところです。まあ、その練習をしているんですけどね。そして、6年目、予想外の出来事が起こります。まさかの岡城寺、ここで引退へ、すごく困るんですけど。日本人ミッドフィルダーを代わりにフォワードとして使うしかなくなったか。でも育成枠が増えたと思えば問題はないのかもしれません。6年目の総括に移ります。サポーター数は1万人くらい増え、良い感じになってきていました。本拠地は住宅が5億の融資により 2% アップし 4% になりました。スポンサー契約へ、9億の企業との契約が終わり、ニューイヤーカップベスト4が必須だった条件がなくなりました。代わりに契約した企業は合計5億。前年よりスポンサー料は減っております。次は契約更改、すべて契約更新しています。川上義晴はフォワード使うかもしれないので、5年契約を結びました。ノロ修七は留学に出すつもりなので、こちらも5年。木梨さんは年俸がすごく安くなったので、もういいかと思い5年。そして、野田浩二郎は主力なので、こちらも5年契約を結びました。キャプテンは6年目もルチに任命し、サポーターズクラブ運営費は5400万。次は新人獲得へ、最近楽しみにしているものでしたが、この年は外れ、こんな時もありますよね。こんな感じで6年目がスタートしました。ノロ見つけたいな。それが切実な願いです。今回はここで終了します。そろそろ1年1話がちょうど良い頃合いでしょうか。ゴールはどこになるか。まだまだ発展途上な感じもするのでおいおいですね。ご視聴ありがとうございました。次回、センターバックのノロ集合、見つけるの至難の技じゃね？お送りします。